2つ目の事例は、2拠点での助け掛けで BCP 対策を実現した例をご案内いたします。お客様は千葉県の佐倉市役所様。本庁舎とデータセンターの間でお互いにデータを持ち合うことで、行政サービスの継続を実現されています。まず、佐倉市役所様では、5年ごとにシステム構築を行ってきました。第一世代となる2007年には、当時としてはまだ新しかった仮想環境への移行。第二世代となる2012年には、職員の PC 環境を VDI、つまり仮想デスクトップへの移行。そして第三世代となる2017年には、行政サービスの事業継続として、本庁舎とデータセンターの間での助け掛けの BCP 対策を行っています。今回の事例では、アークサブ UDP をご利用いただいた第2世代と第3世代において、システム変更前に表面化していた課題やその解決方法をご案内いたします。まず、第2世代のシステムを計画する際、前段階である第1世代からテープバックアップへの不安を抱えていました。これは、いざ災害が発生した際に、テープそのものが利用できないのではないか、こういった懸念があったものです。その他、実際的な問題も3点ほどありました。まず、バックアップ時間が長すぎること。当時、110台の仮想マシンのフルバックアップで、6日間も時間がかかっていたため、リストをしたくても、バックアップが終了するまで待つか、もしくはバックアップを止めてリストするしかありませんでした。バックアップ処理に変更を入れたくとも、稼働していない1日しか変更のチャンスはなく、またバックアップ設定そのものについても、スクリプトを実行する難しい設定が運用の負荷を高めていました。そこで VDI 環境の移行となる第2世代のシステム構築時に、最大の問題であるバックアップ時間の短縮と、懸念となっていたテープからデスクへのバックアップに対応することになりました。さまざまなバックアップソフトを検討されていた佐倉市役所様がたどり着いたのは、簡単操作、かつ継続増分を最大の特徴にしていたアークサブ UDP です。アークサブ UDP のバックアップ手法は、当時画期的だった初回のみフルバックアップを実行し、2回目以降は増分バックアップを続ける継続増分バックアップの運用です。アークサブ UDP では定期的なフルバックアップの実行は不要となり、増分のスケジュールだけ設定していただければ、初回のバックアップを自動的にフルバックアップに切り替えて実行いたします。ユーザー側で設定するバックアップ世代数を超えた場合には、ソフトウェア側で一番古い増分データをフルバックアップにマージします。例えば、バックアップ世代を3に設定すると、4回目のバックアップ後に一番古いデータとなる2回目の増分をフルバックアップにマージし、マージした2回目の増分データの削除を行います。この動きにより、世代管理も自動的に行われるため、手放しの運用ができるようになります。佐倉市役所様では、この機能で6日間かかっていたバックアップ時間が、なんと5時間という、96% という大幅な時間削減に成功しています。さて、第2世代での対応として、VDI のバックアップが必要になりましたが、アークサブ UDP では、エージェントレスで、フルクローンのVM やホライゾンビューに対応しています。佐倉市役所様では、多くのサーバーを vSphere 環境の仮想マシン、VM で運用されていますが、VDI も VM も同じ手法でバックアップを実行できます。エージェントレス手法であるため、vCenter や vSphere ESX との通信となり、VDI や VM にバックアップモジュールの導入が不要なことも大きなメリットになります。また、エージェントレスであっても、アークサブ UDP の最大の特徴である継続増分バックアップを利用できるため、バックアップ時間やバックアップ容量の削減に大きな効果をもたらすことができます。第2世代のシステム構築のまとめになりますが、本題となる VDI 環境のバックアップをはじめ、
終わらないバックアップと不安を抱えていた運用に対し、アークサブ UDP ではエージェントレスによる VDI 環境のバックアップと継続増分による大幅なバックアップ時間の短縮で6日間から5時間という運用を実現できました。それだけでなく、ディスクバックアップの変更やバックアップ設定も画面で簡単にできるようになり、運用の負荷が大幅に削減できたことも成功の一因となっています。第2世代のシステム運用も順調に滑り出しましたが、予想以上のペースで VM や VDI が増えてしまい、運用開始から2年ほど経過するとバックアップ時間もバックアップ容量も増えてしまい、いずれ改善が必要なテーマとなりました。そして迎えた第3世代のシステム構築時に、本題である本庁舎とデータセンターとの間の BCP 対策とともに、改善のテーマとなっていたバックアップ時間と容量に対応することになりました。まず、BCP 対策で本庁舎とデータセンター間でデータを持ち合う必要があり、それぞれのバックアップデータを相手側の拠点に持ち合うことになりました。ArcServe UDP では、標準機能でバックアップデータの転送機能があり、本庁舎とデータセンター、ともに ArcServe UDP を利用いただくことで、助けがけの転送を行い、相手側の拠点にもバックアップデータの保管を実現できました。ArcServe UDP の転送機能は、増分データでの転送であり、確実にバックアップデータを転送先に届けるために、リトライや再送機能を装備しています。さらには、ネットワークを利用するため、待機制御の機能も装備しています。改善のテーマの一つであるバックアップ容量については、バックアップソフトの重複排除を利用することになりました。ArcServe UDP の重複排除は標準機能でありながら、ノード間の重複排除も備えており、バックアップデータの容量を最大限に抑えることができます。実際に桜市役所様では 163TB と非常に大きな容量を持っていますが、重複排除と圧縮によって、バックアップデータのサイズは 25TB 程度と、85% も容量を削減することに成功しています。この重複排除は、バックアップデータの転送機能でも利用できます。重複排除された小さな小さなブロックデータを転送先に送るため、転送時間を短縮でき、帯域の細い回線でも送り切ることができます。桜市役所様では、重複排除の機能を利用することで、バックアップ時間の短縮も実現できました。第2世代の頃よりも大幅にデータが増えているにもかかわらず、バックアップ時間が第2世代と同じ5時間となったことも、ArcServe UDP の利用メリットの一つとして挙げられています。ArcServe UDP には様々な機能が標準として盛り込まれているため、費用を抑えながらユーザー様の多岐にわたるご要望を実現していただくことができます。桜市役所様でも、標準機能となるバックアップデータの転送と重複排除機能を併用していただくことで、ストレージやソフトウェア、ネットワーク回線のコストを抑え、助けがけの BCP 対策を実現されました。まとめになりますが、第3世代のシステム構築の本題となる BCP 対策は、バックアップデータを拠点間で持ち合う助けがけの運用で実現でき、仮想マシンの RTO、目標復旧時間も半日に設定できました。バックアップの使用時間は5時間と、夜間バックアップでも余裕のある運用となり、バックアップ容量も大幅な削減により、今後数年間の運用にも十分に耐えられる容量を確保することに成功しています。桜市役所様では、災害時の BCP 対策だけではなく、継続停電でも行政サービスを継続できる仕組みを構築すべく、さらなる一歩を踏み出し始めています。バックアップデータからの復旧では半日かかってしまうため、ArcServe ハイアベイラビリティの機能により、ワンクリックで片方の拠点からもう片方の拠点に自動的にサービスを受け継ぐ仕組みを構築します。ArcServe ハイアベイラビリティは、2つのサーバー間でデータをリアルタイムに転送するため、直近のデータでサービスを再開できます。
湾環境など拠点をまたぐ環境でも利用できるため、佐倉市役所様ではこの機能を使い、計画停電前にサーバーを相手側の拠点に切り替えてしまい、計画停電の後に元の拠点に戻す運用を考えています。アークサーバーハイアベラビリティ、単体製品としてお買い求めいただくこともできますが、アークサブ UDP のプレミアムプラスエディションをご購入いただきますと、スイートパックとしてもついてきますので、お得にご利用いただくことができます。以上が桜市役所様でご採用いただいたアークサブ UDP プレミアムプラスエディションの利用事例になります。